はい、こんにちは、カズボです。クロントリガー続きやっていきたいと思います。前回ね、グランドリオン修復しまして、まあそのタイミングでカエル仲間入ったんですけど、それでね、そのタイミングでルッカの家に行ったらね、まあちょっと今やっちゃったんですけど、タバンメットもらいましたね。だからちょこちょこいろんなもんもらえるので、まあこのタイミングですね。タイトルが戦いグランドリオンになってる時ね。で、黒の家ちょうど来たので、カエル連れて行ったらまたね、ちょっとした、イベントは見れますんで。黒のうちではそんな大きなペットは飼えませんよ。奥方。私はペットではありません。姿はこうでも、れっきとした武人です。あら、ごめんなさい、武人さん。渡したらてっきり。本当にごめんなさいね、武人さん。いや、私の名は。はい？武人で結構です。無人で結構です。結構らしいです。じゃあちょっとカエルと連携できる技とか覚えながら先進めばいいかな。はい。ということで、まあ、今回魔王ですね。魔王っていうかまだそんなにすぐにはいけるような感じではないんだけど、まあ準備が整った感じなので、行かせていただきましょう。どこだっけ？ちょっと遠いですけどね。一回でも戦えば、まあ、覚えてる技で連携できるんだったら、みたいなね。まあ、前回カエルも魔法を覚えましたからね。水系なんで、またマールとは違う感じなんですよね。もう完全に氷じゃなくて水の方の。刃の滝、覚えた。刃の滝とか、マールでもなんか覚えたような気ですけどね。覚えないかな。まあ、基本変えるとロボの方がいいかな。大体ここやるとき、カエル入ったとき、自分ロボでやってるんですけどね。お、アイスウォーター。ね、なんか覚えますね。アイスウォーターだって氷と水だね。これ名前のとこ、顔のとこなんかなかったっけ？こっちか。ん？ここかな？あ、あった。魔眼窟。ワン。お前ら。やべえ、サイラスだ。逃げろ。ありがとう、サイラス。ヒク。グレン、男はな、立ち向かって行かなきゃいけない時もあるんだぞ。でも、撃たれたら痛いよ、あいつらだって。優しすぎるよ、グレンは。なあグレン、俺騎士団に入ろうと思うんだ。やっぱり君ならきっと立派な騎士になれる。僕が保証するよ。お前も一緒に来ないか。僕には無理だよ。そうかな。剣の腕はお前の方が上だと思うんだがな。ダメさ、僕は実戦だときっと触れ上がっちゃうよ。うわ、
あっち、勇者の。グランドリオンよこせ。我が名はグレン。サイラスの願いと志、そしてこのグランドリオン、今ここに受け継ぎ魔王を打つということでね。はい、ということでちょくちょくムービーが流れますけどね。はい、ということで、なんか、コウモリ来ましたね。これで、あ、グランドリオンになってるね。だいぶ違いますよね。42とかなのに、ここ79ありますんで。まあ、高速回転役に立つんで、まあ、これでいきましょう。まあ、基本メインパーティー自分これなんですけどね。お、シャボンプレス。お、ここにもなんかあんね。まあ、ちゃんと覚えとかなくちゃないよね。どこにあったかとかね。そんなもん経験値いっぱい持ってるよね。連戦でしたね。お、血文字が。魔王城のジャグラーはこちらが殴れば殴りの防御を固め、魔法を放てば魔法の防御を固めるガードの厳しいやつだ。なんか言ってますね、ジャグラーとか言ってますけどね。はい、ちょっとセーブしておきますか。ここが
魔王女だ。ということで、ここでね、今先ほどセーブしましたよね。それでセーブってやると決戦魔王城に変わってますんでね。まあタイトルで、サブタイトルっていうかな、まあそんな感じですね。はい、ということで、これ確か、ああ、ふふ、てんてんてん、あら開かない、開いた開いた、ミドルエーテル、遊ぼ遊ぼ、ふふ、点がありますね、ミドルエーテル、シェルター、お、お宝。僕たちの宝物。ロボ、あんまり無茶しちゃダメよ。おかしいね。カエル無事でしたか。クロノ、お祭りから帰れないと思ったらこんなとこにいたのね。普通に尽きてよかったんだね。なんかおかしいですよね。お。ビネガー。よく来た、グレン。いや、今はただのカエルだったな。今度はそやつらがサイレスの代わりというわけか。だが魔王様は今大事な儀式の最中だ。この足が相手をしてやる。外方剣士ソイソウ、クーマ氏マヨネ、そして、この魔王城の100の魔物を倒せたならば、100の魔物。まあ多いと便利だよね、これね。やっぱこのパーティーいいよね、ロボ入ってるとね。お、踊るで、今宵は我ら魔族の神が降誕なさる、降臨なさる。お、生贄が来たか。はい、高速回転。ウォーターとかね、すごい使ってないよね。もう回復するのか。下の攻撃、ああ、もう全部攻撃か。ただ、属性もあると思うんだけどね。あ、攻撃の方がいいわ。骨となっても殺す後は愚かな生き物よ。お前ら人間はな。さて、ちょっとね、今ね、回復したんですけどね。お、ホイップアタック。あと、音でいい。
お、なんかいますね。助けてください、この苦しみから。これはまあ全部効かないかな。まあオートでいいや。ほう、俺がやったムクロどもをたやすく。久しぶりだな、外方剣士ソイソウ。はい、回復できんね。お前がここまで来るとは思いもしなかったぞ、グレン。お前もあの時サイラスがいなければ同じ運命になっていたのだ。先ほどのムクロたちとな。はい。おお、結構食らうね。すげえ顔してたけど気のせいだよ。回転待て、回転レーザーとケアルって回復で、あーそっか、回転オーラか。それあー、あんま食らねえね。やっぱトリプルアタック一番いい。やるやる、久方ぶりに本気でいくか。だがサイラス抜きの前に私がやれるか。お、本気でいくって言ってるね。ちょっと回復してからだね。おっと、コマンドがちょっとおかしかったぞ今。そうだね。危ねえね。カエルもね、ベロロンっていう回復があるんだけどね。は、あ、まだ。トリプルアタック、もういけと思うけど。 OK、
見事、だが魔王様のため戦いに敗れ、我が人生に悔いなし。はい、ソイ相当を手に入れた。上がるね。3上がるのか。素晴らしさプラス2。まあ一応、シェルター使っときますかね。ということで、まあね、もう片方あったけど、とりあえず今回ここにまでにしようか。まだ一応先長そうなんでね。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターをなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。